なんか群馬の都市伝説を聞いたんですけど。都市伝説？そんなのあったかな？群馬には信号機が一つしかない村がある。これ。まあ事実っちゃ事実か。あ、やっぱり？この村ね。六号村？残念！国村！国？え、これで国って読むの？この国村に信号が一つしかなかったのさ。なかったって、なぜ過去形？今は合併して、中野城町になってる。なるほど。つまりは旧国村ってことか。イエスイエス！じゃあ、その国村地区に信号が一つしかないと？そういうことです。今もその信号はあるん？これでーす。おお、これが貴重な信号機。地元のおじいちゃんから聞いた話だと、子供が信号の渡り方を覚えるために設置したとか。どんな設置理由？初めて街に出た時びっくりしちゃうだろ。絶対ジョークだろそれ。ま、すぐ隣に小学校があるから安全のためが主な理由だと思うけどね。でしょうね。名所もあるし、ぜひ行ってみなよ。おお、ちょっくら行ってみようかな。あと尻焼温泉も。いや、それ名前からして怖いな。